ともプレイできるプレイヤーということで、まあ、戦略的な面ではかなりアドバンテージ取ることができるんじゃないでしょうか。さあどういった戦いになるのか、一種戦。さあ開幕、石田選手ちょっと歩みのがずれてしまったか、ここでリカバリーを入れていく。さあトム君左側で、さあ中腹から打てる連鎖を構えながら耐えていく選択を取っていく。さあちょっと石田選手今回効率は若干落ちる展開になっていきそうですが、さあトム君の右側を使わせてからそのカウンターのプレッシャーを与えていく。さらに3連鎖で削って石田選手はさらに受けていく展開。さあトム君ずっと保険の左側の手を残しています。さあ連結を増やして4連鎖で発火していく。さあ石田これは苦しいか、状況としてはかなりトム君に分がありそうではありますが、さあここ難しい、一段振ったところでここは黄色ハッカーを選択。さあ3連鎖に対して石田これは削ぎきれないか、相見のまでたどり着けない。さあまず取っていったのはトム君です。やっぱり僕の勝利だね。さあ少しでもね火力効率に限りが出てしまうとかなりぷよぷよペースになってしまうということで、本当にこのルールですと最上位テトラにしか戦う権利がないような、もうそれぐらいのねレベルのハンディキャップにはなっております。さあしかしウィショータここまで見せてきた実力をいかんなく発揮することができるかどうかというところ。さあスピードは順調に上がっていますが、トモくんなんとか耐えている。さあ来るか、紫来ない、紫が来ないさあ一旦我慢して赤から単発すれば次の紫まではこぎつけたかもしれないですね、もしかすると。ですが非常に難しい判断でした。さあ3列目に置いてしまったところで1本取り返すウィショータ。この辺の判断が難しいですよねそうですね、本当にネクストと相談しながらというところではあるんですけれども、どうしても来ないときは来ないですからね、うん、そこら辺のリスクヘッジをどうするかというところ、まあぷよぷよの実力の見せ所というところでもあります。さあかなり丈夫で耐えてはいますが、さあトモ君これは必要な発火色がまた来ていないように見える。さあですがギリギリ引いて2連鎖ダブルにはこぎつけることができた。ですがウィショートがその間にもう総裁すら当てていいという判断、受けずにどんどん攻撃を重ねていく。さあ左側を消費してトモ君は3連鎖ダブルで消していきましたが、さあ少しセットアップが完成していない状態で攻撃を食らうことになってしまった。こうなると苦しいか。さあさらにギリギリで黄色を引いていったが2連鎖止まり。そうなるとオジャマプを受け続けることで、ね、若干自利品になりそうですね。2連鎖2連鎖になってしまうと少し辛いですが、さあここでマルチ出てる。2連鎖ダブルの3は結構起死回生の手になったんではないでしょうか。さあウィショータここはどうやって仕留めていくかの展開ではあります。さあ大抵と行使がうまいトモくんですが、ウィショータ選手もね一種戦に関しては非常にぷよぷよに対する行使力かなり高い選手ですので、どういった状況かという判断必ず入れてくることではあると思います。さあイミノが引っかかってしまった、これは致命傷だ。さあエスミノも少しズレが発生して、その間にトモくんは着々とリソースをふんだんに使って3連鎖とどめを刺していきます。トモ君すごいな、ウィショータ選手とマーチンゼロでやっても俺でも足も出なかったんですけどそうですね、見ているとかなり、ただまあトモ君選手見ているとこう、うん、瞬間的に危うい場面はあるように見受けられますね、うん、ウィショータ選手が仕留めきれずという展開がちょっと続いているので、ここがどうなるか。さあ今回は開幕のパーフェクトクリア2連で一気に仕留めに行く展開。さあですが2連でギリギリ返して連結2連もさらにあるので、さあこれをしっかり返していく。さらに開幕テンプレートは徐々に相手の息を蝕んでいく。さあ圧倒的な火力効率でこれはなすすべなしといったところです。石田が2本目を取っていった。やっぱり回った時のね火力効率、ウィショータかなり目を見張るものがありますので、こういったところをね回されないというところもそうなんですけれども、早めのね備えをしておくというところ、ぷよぷよが非常に重要になってきます。さあやはり4段まとめて打ってくる、こういったねこう火力を結構調整することができるのがねテトリス側の強みではあります。さあ想定のぷよ量を大幅に上回るお邪魔を送られてしまうと、トム君としてもちょっと
狙いを透かされた形になってしまう。構築にかなり陰が出ているように見えます。さあ、さらにここは青を引きたかったんですが、赤で妥協の2連で返していきます。しかしウィショータ大見の置きミス。さあ、ここは一進一退の攻防です。ドーピング3本目。さあ、かなりね、盤面としてはウィショータ優勢ではあったんですが、仕留めに行くスピードを出すがゆえのちょっとミスが出てしまっていますね。ああ、逆に言うと、それぐらいスピード火力効率を出さなければ仕留められないようなルールであると。まあ、そういったところにもなってきます。さあ、緑の発火点が埋まってしまった。ともくん、これは万事休すか。さあ、2連で、ギリギリ耐えている。さあ、赤が引きたい。赤が引きたいが、紫での単発を選択すると、不動等の波状攻撃の餌食となってしまう。ウィショータさん、折り返して3本目。二色待ちやったのになぁ。嬉しいですね。やはりウィショータ選手のね、一発一発が重いですね、見てると。3段、4段が平気で飛んでくる。結構ね、火力出しづらくなってるはずなんですけれども、テトリスが。それでもなお、この効率を出してきます。さあ、ともくん、かなり下の方から発火する手を用意していたんですが、そうなると、上から緊急発火点使って3連鎖で返していく。さあ、ウィショータはそれを分かっているので、受けてから全て返して、さあ、スピードを出していく。ですが、ともくん、うまい !3 連鎖ダブル。上で、上部で耐えてはいますが、あ、うまいな、これ。さあ、段差を使って、3連鎖ダブル、さらに重ねていく。これはどうしても操作にやってざるを得ない。ギリギリまで耐えて、そして返していくという判断、ウィショータ。さあ、ティスピンシングルから、さあ、ダブルの連打になっていくか。細かく細かく送るのもテトリスがかなり強い戦術とされています。さあ、ともくんはちょっと連鎖の目がない状態で細かい攻撃を食らってしまうと辛いぞ。さあ、下で2連鎖を打ってはいるんですが、青からさらに2連鎖。さあ、まだ耐えられそうですかね。こうなってくると少し余裕が出てくる。2連鎖ダブルで返しながら、ウィショータはちょっとこれは気を伺うことになりそうか。わー、ともくん、上の方で、黄色の発火点2つを残しているんですが、ウィショータの立ち回りが上手すぎる。さあ、タンパさん、しかし、ギリギリ耐えて、8丁引いていた、ともくん、3連鎖で返していく。さあ、なんとかここは、九死に一生というところを続けていますが、さあ、ギリギリまで上で、おお、これ判断していった、ともくん、ちぎる判断を入れて、おで、ローンと下の赤まで繋がる6連鎖。うんま。さあ、これはウィショータ、しかし耐えている。時間をもらった分、火力を出しています。さあ、かなり苦しい。さあ、意味のつないでいきますが、ともくんペースですね、これは。さあ、マルチで残ったぷよりを全て使い切れば、とどめをさせるだろうという魂胆だったんですが、なぜかウィショータ耐えている。ですが、意味のわかない苦しいか、これは回らない。お、チャンス。さあ、ギリギリ。なんとか生存の目を見つけ出していこうという入翔太ですが、ともくんがその間に十分量3連鎖ダブルでとどめさせていく。素晴らしい。いやー、ともくん本当にギリギリのところでね、こう耐えたところから6連鎖編み出していきましたね。あの6連鎖すごかったですね。いや、そうですね。あのちぎる判断がね、こう丈夫でできるっていうのがやっぱりすごいところですよね。急いでしまわなければならないところを冷静に最適の判断をしていく。やはり冷静沈着王子と呼ばれるだけのことはあります。さあ、勝負からかなり早めに打っていったのはともくん。さあ、リソースをふんだんに使って4ダブの5連鎖。さあ、これはウィショータ総裁に当てざるを得ませんね。さあ、こういう展開になっていくと、ウィショータがもらった分の火力をそのまま返すだけで、さあ、かなりともくんは辛い展開になりそうです。あ、さあ、勝負まで行ってギリギリ耐えて、さあ、マルチ、2連鎖トリプルからの3連鎖で、ワンチャンスを拾いに行きたい。ですが、ウィショータしっかり耐えている。さあ、状況としてはトム君かなり苦しいです。リソースがなく、オチャンピオンもかなり下の方でね、こう埋まりきっているので、こっから返すのはかなり至難の技ではありますが、ウィショータも次の手がまだないですね。さあ、火力を次と打たなければならないテトリスが、こういったところから、とどめを刺すのが非常に難しい。さあ、下側から1連鎖しか打つことができないとなると、トモくんここは罪に向かってしまった。ウィショータが取り返して4本目。あ、一進一退ですね。3本選手となりました。さあ、ウィショータやはり TT からスタートしていきます。
さあ、トモ君は左側で完成させることを優先させて、まずは5段分まとめて受けると。さあ、ですが、さらにプラス 2段、俺8段ですか、開幕から。まとめて受けた分を、なんとか上部で耐えていくという選択を取ってきます。さあ、残しも考えて、トモ君3の連結。ウィショータはそれを受けてから返していって、プレッシャーを与えたい。さあ、かなり苦しいトモ君。連鎖の目がない状態で受けてしまった。そして緑も来ていない。これはウィショータが取り返して初のリードを取っていく。さあ、ここまでトモ君の連鎖技術、まあ、非常に高いところが見えてはいるんですけれども、そこを初の上回りを見せました、ウィショータ。さあ、開幕、やはり TD テンプレからのパーフェクトクリア、小木翔太の持ち味、お家芸といったところ。そして、さらに2回目のパーフェクトクリア。これはギリギリ紫を引いている。さあ、ともくんは左側を使っての5連鎖で返していきます。さあ、右と左、両面にプヨの量が残っているので、まだ耐えられそうですが、まとめて打ってくる、ここは小木翔太。さあ、読みを透かしていく。細かく刻んでくるであろうと思っていたトモくん、連鎖が用意できていないところに攻撃を食らってしまい、さらに畳みかけられる。ですが2連鎖ダブルなんとか生み出してギリギリ耐えている。さあ、なんとか下にたどり着ける手を残しておきたいが、さあ少し隙があるぞ。こういったところでウィショータはしっかり見逃さずに畳みかけを行ってくる。さあ、右で残していた最後の頼みの綱、2連鎖連結を打っていきましたが、さあ、それすらも、ウィショーター、意に介することなく、攻撃を続けていきます。さあ、ギリギリ引いて、2連鎖につなげることができた。高さを下げることはできましたが、ともくん、さあ、かなりぺよぺよがバラバラな状況。1連鎖で細かく刻んで耐えることができればというところでありますが、さあ、赤い引けるか？間に合う。間に合いましたが、2連鎖止まり、紫はつながらない。さあ、そうなると、ウィショーター、ここは、攻めてはいるんですが、なかなか最後の一手が詰め切れないという状況が続く。若干辛くなってくるのはテトリス側かもしれません。さあ、ともくん、下を使って2連鎖ダブル。さあ、その2連鎖ダブルを透かしていなしてからの返しを見せていきます、ウィショータ。一段受けてから赤からの発火を目論んでいるでしょう。ともくん、3連鎖で返していきます。ですが、左がほぼほぼ埋まっている状況が結構苦しいですね。常にプレッシャーを与えてくる右側で何か連鎖を作り出すしかない状況。さあ、右から2連鎖打っていく。ウィショータは高さ的に十分受けられる形を残しているので、さあ、当然相手の総裁に当てることはなく、すべて受けてから返してくる。さあ、整っているぞ、ウィショータ。さあ、ともくんは、盤面はかなり苦しい状況が常に続いている。2連鎖でギリギリ耐えている状況が続きますが、ここで3段振らされてしまうのは、ゲームセットが見えてくる。さあ、取っていくのはウィショータ。リーチをかけます。今のでもか。ああ、ウィショータ選手が崩れないですね、見てると。ええ。こういったところ、どこかでミスが出るものなんですけれども、やはりその持ち前の安定感で常にプレッシャーを与えてくる。さあ、そういったところ。ミスしないですもんね。そうですね。さあ、ともくん、やはり開幕は5連鎖程度でね、かなり大きく返していくことが多いです。さあ、立ち回りとしても、石田選手、ともくんの立ち回りはなんとなく分かっているので、受けられる量分だけ返してから受けると。そして、盤面の有利は取っているように見えます、ウィショータ。ですが、ともくん、右側を使い果たして3連鎖ダブルで、相手にお互い殴り合いの展開を持ちかけていきますが、さあ、この展開に持ちかけて苦しいのはともくん側のように見える。お。さあ、赤を引いてから、おっと、これは8-1強行だ。下まで繋がる4連鎖をなんとか用意できた。そうなると、ウィショータちょっと、目論見と違うぞ。さあ、ギリギリ上まで、畳みかけて、先読み TSD をこの高さでも組んでいく。さあ、ここで手を緩めないのがウィショータ。なんという攻撃力だ。これを返すことができるのがウィショータの強み。凱旋勝ち抜けたのはウィショータです。はい。